ポチョムキンイコールタブリーチェスキー港、ポチョムキンイコールタブリーチェスキー港、ロシア語、クニャースイパチョームキンタブリーチェスキーは、ロシア帝国で建造された戦艦である。艦名は、ポチョムキンイコールタブリーチェスキー公爵という意味。ロシア帝国海軍では当初は、艦隊装甲艦、後戦列艦に分類された。 ロシア第一革命の時期に水兵による反乱が起こったことで世界にその名を知られた。特にポチョムキンという略称で有名である。設計と建造式はセバストーポリ軍港のアレクサンドル・ショット、艦船技師によって行われた。新しい艦隊総交艦は前の鳥居、スブヤ・チー・チェリアに反を取っていた。これにイギリスのマジェスティック級戦艦に似た。 走行装,装備を持ったペレスベート急走交換の経験に基づいた変更を取り入れていた。従来の走行版に比べ軽量化に優れる走行版の採用により防御重量は大幅に軽減され、浮いた重量は中間砲の搭載数の倍増や監守備部分への中高警報への防御走行の装備、水平甲板の傾斜部分の増圧に当てられた。 新しい艦隊装甲艦には初めて統一的な射撃艦正式装置が採用されていた。射撃艦正は戦闘指令等に設置された中央艦正所から行われることになっていた。環境領域には空中艦板、フライングデッキが設置されていた。また、ロシア海軍では初めて液体燃料を使用するボイラーを搭載する艦であった。 計画排水量は12,480トンであったが、建造中の設計変更により実際には12,900トンに達した。船体長は113.2メートル、幅は22.2メートル、喫水は8.4メートルであった。機関は3グループに分けられた蒸気ボイラーであった。そのうちにグループは14機の石油抱きボイラーを使用したもので、 残る1グループが8機の石炭滝機ボイラーを使用していた。これらの蒸気ボイラーが発する高圧蒸気により、2機の直立型3段膨張式レシプロ機関を動かして1600馬力を発生し、最高速力 16.7KN を発揮した。推進用プロペラシャフトは左右対称に配置され、軸先には直径4.2メートルのスクリュープロペラが取り付けられ、 回転数 82rpm で推進していた。燃料搭載量は常備で950トン、満載で1100トン、そのうち石炭は340トンであった。巡航速度 10km での航続距離は3600回りであった。飲料水の搭載量は14日分で、食料は6 0日分が搭載できた。本館の手法は全級に引き続き、 パターン 189530.5cm40 口径砲を採用した。砲弾重量は 331.7kg の砲弾を行角15度で、初速は秒速 792.5m で撃って、最大射程 14,640m まで届かせられ、射程 5,490m で 201mm の減速走行を貫通できた。 この砲を、円筒形の連装砲塔に収めて二機四門だった。砲塔一機あたりの重さは四十三トンで、仰ぐ能力は、行角十五度、深く五度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右百三十五度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、主電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分一発の設計であったが1分あたり0.75発であった。1門あたりに割り当てられた砲弾は、鉄鋼弾が18発、榴弾が18発、破砕弾が4発、中鉄弾が18発、対人3弾が2発であった。砲塔は最大 254mm の装甲を持っていた。 複方にパターン 1890-25.2cm45 口径速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を行角20度で初速秒速 792m で撃って 11520m まで届かせられ、射程 5490m で 43mm の装甲を貫通できた。 一モニあたり重さごとんで原則部の装甲砲座、ホークルは、ケースメイトとも言うに片ン8機ずつ、計16門が搭載された。砲牙の不行能力は、行角20度、深角5度である。旋回角度は135度で、発射速度は毎分3発の設計であった。装甲砲座は、1 2 7ト、mm、ルの装甲を持っていた。このか、 昇降警報として 75mm 速射砲や、甲板上や装甲砲座、47mm 速射砲が、マストのファイティングトップに装備された。機関銃もマスト上に装備された。魚雷発射艦も装備されていた。本艦の防御は、艦砲射撃、機雷及び魚雷攻撃への対応を考慮に入れた、全体防御設計となっていた。艦の重要箇所には、 防御装甲が施された。すなわち、垂直方向からの砲弾に対する、外面の防御として、原則と上部構造には、装甲が施され、水平方向からの防御としては、傾斜をつけた、装甲乾板が設置された。これには、1901年春高の防護巡洋艦、ジアーナで、初めて採用された、異常ル工場性の長軽量ニッケル鋼が用いられていた。 走行圧は先にペレスベート級より若干強化された。原則走行は中間部で 229mm、全級では最大 229mm、司令塔も 229mm、全級では最大 152mm となった。特に主砲塔の走行は全級の 229mm から 254mm に強化されていた。 用目上の特徴から、ポチョムキンは建造当時のロシア艦船の中で最も強力な艦であると言えた。火力では同クラスのアメリカ合衆国製装甲艦レトビザンやずっと大型のイギリス海軍のフォーミダブル級、クイーン級を上回っていた。ポチョムキンは速力ではそれらの戦艦に劣っていたが、ロシア海軍は 16KN の速力があれば、 国会艦隊の総甲艦として十分であると考えていた。1897年11月25日付で国会艦隊に登録。1898年10月10日付でニコラー F のニコラー F 海軍交渉。現在の国会造船工場で寄港した。1900年9月14日には浸水し、ポチョムキンイコールタブリーチェスキー港と命名された。 1903年の竣工が予定された。1902年夏にはニコラー F からセバストーポリへ開港され、そこで完成作業と武装類の搭載等の偽装工事が行われたが、当初予定していた完成期日はボイラー室で発生した火事によって遅れ、損失として一部ボイラーを石炭滝のものに乾燥しなければならなくなった。手法の試験の際には、 高等装甲に気構が見つかったために組み立て直し、新しいものに取り替えなければならなかったが、その準備には1904年末までかかった。結局、予定より2年近くも遅れて1905年5月20日に、竣工した。本艦の気構と同時に、実質的な乗員の編成に着手された。このために、第36海兵団が編成された。海兵団には術、 機関士、水雷術士が含まれていた。1905年5月に艦が竣工した時点で、乗員は731名を数え、そのうち26名が士官であった。1905年6月14日、艦上で水兵による武装放棄が発生した。国会艦隊ではかねてより武装放棄の準備がされていたが、放棄の計画者らは、 本来1905年や秋に決起する計画を立てていた。しかし、ポチョムキンは突出し、計画よりずっと以前に放棄を実行に移したのである。6月14日、ポチョムキンはエンドル湾の沖合停泊地にて武装の試験を行っていた。反乱突発の原因は、昼食のボルシチに腐った肉が使われているのに不満を申し立てた水兵に対して、 艦の指揮官懲罰を加えようとしたことであった。それに対し、水兵らはライフル銃を取り、士官らを武装解除した。艦長と上級士官のほか、特に憎まれていた士官は水兵によって射殺された。残る士官らは逮捕された。放棄の指導者にはパナースマチュシエンコが選出された。艦を掌握すると、水兵たちは艦船委員会と指導部を選出し、 武装や機関及び逮捕者の管理に関する艦の体制を整えた。砲棄には、テーンドル停泊地にて、ポチョムキンの射撃試験の補助をしていた第267号水雷艇の乗員も合流した。両艦艇は、革命の象徴として赤旗を形容した。6月14日の14時、ポチョムキンの乗員は革命を宣言した。同日の遊国には両艦艇は、 オデッサに到着した。オデッサでは、折しもゼネストが行われていた。ポチョムキンの水兵らとオデッサの労働者たちは大規模なデモ行進と、ポチョムキンの放棄の最初の指導者で銃殺された爆練中区の葬儀を行った。その後、ポチョムキンは皇帝の軍と警察に対して若干の射撃を行った。このような不徹底な、いわば単なるデモに過ぎない行動も、 短期的には驚くべき効果を発揮した。しかし、6月17日になると反乱鎮圧のため、政府軍艦隊が派遣されることになった。艦隊は、国会艦隊所属の艦隊総合艦、ドビエナザット・アポストロフ、ゲオルギー・ポベド・ノーセツ、トリー・スブヤ・チー・チェリア、水雷・ジュミ艦、カザールスキー、第255号、第258号、第272号、 第273号水雷帝から編成されていた。皇帝ニコライ二世は、ポチョムキンの反乱を危険なものであるとみなしており、この艦が赤旗を掲げたまま国会を有力するのを許することはできないと考えていた。そして、国会艦隊司令官である、チュフニーン海軍中将に対して速やかに反乱を鎮圧し、最悪の場合には、反乱艦を 全上院ごと撃沈すべしとする指令を与えた。サンクトペテルブルクに立ニーインは、クリーゲル海軍中将に司令官代理として事態に対処するよう認じた。6月18日早朝、オデッサの停泊地にあったポチョムキンでは、上院たちが町に向けて大規模な艦隊が接近しつつあるのに気づいていた。艦隊には、5隻の装甲艦と6隻の水雷艇の姿が見えた。 上級指揮官、クリーゲル海軍中将の召喚機を掲げた艦隊は、隊形を組んで停泊地に接近し、来撃と砲撃をもって、無本人たちを撃滅戦としていた。 その後も、パンテレーモンは、タカンと交代でしばしば、ボスポラス海峡を有力した。1915年4月28日には、ヤウズとエフスターフィーの間で海戦が発生した。この際、エフスターフィーに同行していた、パンテレーモンも敵艦めがけて発砲したが、104、鎖の距離から発射された砲弾は命中せず、敵艦まで届かず、続いて発砲した第二撃が敵を脅かした。 パンテレーモンの GK レーマン二等士官の証言によれば、パンテレーモンのある砲弾はゲーベンの完備から30から4十サージェンの距離に着弾した。また別の砲弾は後部煙突のあたりに命中し、さらに第三の砲弾が砲塔に命中した。砲弾はもうもうたる黒煙を上げて爆発し、赤い火の手が上がるのが見えた。ドイツの G ローレー海軍少将の証言によれば、 ロシア艦の砲撃は極めて優れていた。1916年2月5日から4月18日にかけてはトラペズンド攻略作戦で活躍した。1917年初めには事実上国会艦隊の軍事行動は停止した。パンテレーモンは他の艦船と共に自分の母校であるセバストーポリに停泊していた。2月革命の後、セバストポリでは 国会ウクライナ軍事委員会、労働国会艦隊中央委員会、セントルフロート、軍人労働者代表会議が設置された。パンテレーモンでは、他の多くの艦船におけるのと、同様、ウクライナ人組織が結成された。ウクライナ人水兵は、国会艦隊のウクライナ化と、ウクライナ艦隊の創設の実行を、ウクライナ中央ラーダ対し強く要求した。 1917年3月31日には、官名は、ポチョムキンイコールタブリーチェスキーに改められた。これは1905年の水兵の放棄を記念するための解消であったが、皇爵という貴族の称号は除去された。しかし、官名のそもそもの由来となった、ポチョムキン皇爵が、ウクライナの圧政者であったこともあり、この官名は長くは使用されなかった。 4月28日には、早くも官名は、ボレーツ・ザ・スボボード、自由の戦士の意に改められた。1917年10月12日には、戦列艦ボーリャ、司令官、ゲオルギー・ポベドの説とともに、本艦ボレーツ・ザ・スボボードにもウクライナ国旗が掲げられた。ウクライナの国旗の下でも、官名はそのまま、ウクライナ語では、ボレーツ・ザ・スボボードであった。12月には、 ボリシェビキがウクライナへ侵攻を開始した。本館ボレーツザスボボールは12月16日に赤軍の管理下に入った。その間、1918年2月21日には社会主義の祖国は危機にあるとの人民、委員会議布告が出され、非常事態宣言がなされた。この布告では敵の工作員、投機者、泥棒、ならず者、反革命先導者、 ドイツのスパイは現場で銃殺を命令とされており、廃止されていた死刑が全面的に復活された。セバストーポリにあったボレーツ・ザ・スボボードでは、この宣言に従い上院がすべてのブルジョワジーを根絶すると決議し、三中夜の間に高級将校や知識人ら約600人を殺害するいう事態に至った。殺害は、 赤軍がセバストーポリを放棄する3月末まで続いた。当時セバストーポリの軍事革命委員会議長であったユーリー・ガーベンが1920年12月14日に党中央委員へ行った報告によれば大量殺害は彼の命令によるものであった。2月には中央ラーダが1918年2月9日のブレストリトフスク単独講和により中央同盟国と同盟して 反撃を開始し、3月から4月にかけてのクリミア作戦でクリミア半島を奪還した。ウクライナからの撤退の準備を始めた赤軍は、3月にボレーツ・ザ・スボボードを保管状態に置き、セバストーポリ軍港に放置させた。これにこうし、1918年4月には、セバストーポリでは、港湾労働者と工場労働者による二度の 半ボリシェビキ放棄が発生した。艦隊の水兵は積極的に支援した。4月22日には、国会艦隊司令官のムイハイロ・サーブリン海軍少将によって、すべての船舶、クリミア半島にある港湾施設は、ウクライナ人民共和国の管轄下にあり、よって必要箇所についてはすべて、ウクライナ国旗を形容すべしとする宣言が発令された。 1918年4月29日には、ボレーツ・ザ・スボボードに、再び、他のすべての国会艦隊艦船を呼び、要塞におけるのと、同様、ウクライナ国旗が掲揚された。同日、平チマンの政変で、共和国が倒され、ウクライナ国が建国された。ボレーツ・ザ・スボボードは、パウロ・スコロパード・シクの知性において、ウクライナ国海軍に所属した。 しかし、ボレーツ・ザ・スボボードは1918年を通じて活動せず長期の保管状態に置かれたままであった。一説には乗員が不足したためだとも言い,い、艦の一部を新しい土球戦艦のために供出してしまったためだとも言われる。1918年11月24日になると、セバストーポリにあったボレーツ・ザ・スボボードは進行した。 イギリス・フランス艦将軍によって打破された。半年後、1919年4月22日から4月29日の間に、イギリス軍司令部の命令で、他の艦と共に機関を爆破され、武装を撤去された。そうして、イギリス軍はクリミアから撤退した。ボレーツ・ザ・スボボードは、激しい損傷を負ったままセバストーポリの南湾に放置された。 1919年4月29日、ボリシュビキがクリミアを占領した際には、赤軍ウクライナ戦線の部隊に奪取され、ウクライナ社会主義ソビエト共和国赤色海軍に編入された。しかし、6月24日にはもう義勇軍によって奪取された。1920年11月15日には、最終的にソビエト権力がセバストーポリに建設されたが、 現役への復帰は叶なわなかった。ひどい損傷を負った旧式官には修理するほどの意味がなかったためである。1923年には放棄の実情をよく覚えていた例人によって解体の指示が出され、コムボス・ポンドフに引き渡された。1925年11月21日付で赤色海軍から除籍された。解体された。 ポチョムキンのマストはドニエプルイコールブーフ型にて、東大の基部として40年近く使用された。その後、全哨は永久保存のためレニングラード、原産クトペテルブルクの中央海軍博館に移乗され、ミズンはオデッサ郷土史博物館へ移乗された。そして、そこで現在まで保存展示されている。1905年の反乱に参加した水兵の大部分は、 1917年の2月革命まで、ルーマニア国内に残ることを選択した。反乱の直後に、ロシアに戻った水兵もいたが、少なくとも56人が反乱罪で投獄され、うち7人が首謀者として処刑されている。その一方で、歌詞館の中には、水兵の脅迫のもとに行動したのみであると主張して、免罪を受けた者もいた。ルーマニアには、 約六百人の水兵が残留した。首謀者の一人マチュシェンコは1907年に、恩赦の約束のもとに四人の同僚と共に、ロシアに帰国したが、約束は保護にされ、公主刑に処された。別の首謀者の一人である、ヨゼフ・ディムチェンコは、1908年に三十一人の元水兵と共に、アルゼンチンに脱出し、彼の地に定住した。最後まで生存した元水兵は、 イワン・ベショフでトルコとロンドンを経由してアイルランドに脱出、ダブリンに定住した。彼はダブリンでフィッシュチップスの販売店を経営し、1987年10月25日に102歳で死去した。ソ連時代、ポチョムキンの反乱は革命の神話にされた。この題材を扱った最も重要な芸術作品はセルゲー・ゼンシュテインの戦艦。 ポチョムキン、現代に従えば、総交換ポチョムキンはある。この映画は、実際のポチョムキンの反乱20周年である1925年に、わずか3ヶ月というハードなスケジュールで撮影された。この年の春、ロシア第一革命20周年記念映画として、映画、1905年の撮影以来が映前視点に、あり、これが制作の過程で、 ポチョムキンの反乱にスポットライトを当てた形で完成させことになった。しかし、撮影班が映画の舞台となる艦船を探していた時にはすでにポチョムキンは艦上の設備を撤去されて撮影に使用できる状態になく、また似た形の艦船もバルト艦隊や国会艦隊のどこにも残っていなかった。撮影班は苦心の結果、ポチョムキンより古い型の走行艦。 ドビエナザットアポストロフが機雷倉庫として使われているのを発見し、陸が映らないよう常に海側を背景に撮影するという工夫をして、これを撮影に使用した。この船には爆発の危険性のある機雷が搭載されており、撮影は常に静粛を求められた。このほか、ポチョムキンと同じ頃に建造された巡洋艦コミンティルンが撮影に使用された。 ポチョムキンの全体が映る場面は、モスクワのサンデューノフ公衆浴場のムーア人風の水泳プールに浮かべた模型が使用された。ポチョムキンの反乱とその映画は、オランダで1933年に発生したデゼーベンプロビンシェンの反乱事件に影響を与えた。この反乱に参加した水兵らは、彼らが映画、戦艦、ポチョムキンから影響を受けたと証言している。 このほか、イギリスの歴史家で作家のリチャード・ハフによるドキュメンタリー小説が1961年に英語で出版されている。日本語訳は、ユラ・クンビによる戦艦ポチョムキンの反乱で1962年12月に、ちくま書房の世界ノンフィクション全集37で書出、その後2003年10月に講談社学術文庫から文庫本として出版されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。